これから竹内さんにインタビューをしたいと思います。とにかくアメリカの QT のスケジュールと日本のプロテストのスケジュールが重ならないということが非常にポイントになっていて、そうですね、日本の選手にとっては2つのチャンスができると。はい、大丈夫。はい、はい、こんにちは、リンゴルフ竹内です。もっと元気よくいかないですか。テンション上げてきましたよ。こんにちは、リンゴルフ竹内です。はい、カメラマン山ちゃんです。本日はリンゴルフのプロアマが今終わったばっかりで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。で、せっかくなんでリンゴルフのトーナメントについて、まあ、どちらかというと選手向けの動画に今日はなるんですけど、それをお聞きしたいなと思いまして、まあ、こういう動画もやっぱり必要かなと思ってっていう形で、これから竹内さんにインタビューをしたいと思います。なので今日の動画は、まあ、ゴルフ女子が出る動画っていうよりも、今こんなことやってるよっていう動画になりますんで、まあ、このまま見ていただけたらちょっと嬉しいなっていう感じです。わかりました、お願いします。はい、ということで、まあ、まず担当直入なんですけど、トーナメントをなぜ始めたのかなって、多分結構皆さん知りたいところだと思うんですけど、なかなかこう直接言う機会がなかったと思うんで。はい、ですね、日本のプロテストはプロテストを受けてプロテストに受かってから、クオリファイングスクールがあると、 QT があるというような形になってます。ということで非常に狭き門になっているのと、アメリカの USLPGA みたいにファースト QT、セカンド QT、ファイナルがあるという単純な形ではなくですね、かなり運不運が左右されるようなテスト形式になってます。ということで、ぜひですね、サードティア、ファーストティアが JLPGA、 セカンドティアがステップアップだとすると、サードティアの女の子たちが、女子が、女子プロたちが世界に羽ばたける、まあ、世界といっても USLPGA ですけども、 USLPGA に羽ばたける機会をぜひ作りたいと思って、リンゴルフフューチャーズトーナメントを始めました。はい、ありがとうございます。ということは、ただ、まあ、賞金獲得の場を増やすってことだけじゃなくて、アメリカでちょっと活躍したい子をサポートするっていう要素も含んでるっていうような感じのトーナメント。まあ、もちろんそうなんですけど、たまたまですね、 USLPGA の、ファースト QT、セカンド QT、ファイナルが、日本の、プロテストと重ならないんですね。ということで、日本の選手にとっては2つのチャンスができると。日本で活躍するチャンス、それからアメリカで活躍するチャンス、双方できるような、チャンスを作りたいなというふうに思いました。リンゴルフのトーナメントって今年間ランキングがあるじゃないですか。年間で上位3名の方がアメリカ招待、竹内さんアメリカにお住まいなんで、そこで招待して決定戦をやるっていうような形だと思うんですけど、それについてちょっと詳しくお聞きさせていただきたいです。まあ、私の所属している、カントリークラブがミッションヒルズカントリークラブで、USLPGA のファースト QT の会場になってますので、まあ、それもあって、ロサンゼルスに住んでるところもあって、まあ、そういった形でリンゴルフフューチャーズトーナメントの、まあ、ファイナルというかクオリファインスクールというか、そこで前年度の、QT、 一時 QT のカットラインの成績を4ラウンドで、出した方、 QT の費用を、出すわけですから、去年の前は、5オーバーだから、今回は谷田ゆりか選手が5オーバー以内で、ファースト QT 出場しましたが、来年は1オーバー、これは、タイナ選手、見事イーブンパーで1次 QT 完了しましたが、ということで来年は1オーバーで、その予選会を開きたいなと。でなおかつ、その予選会を開いたところが1次予選の会場ですから、その会場にもなれるという意味合いも含めて、ぜひアメリカに来て、決定戦に参加できるよう、リンゴルフフューチャーズトーナメントに参加していただければと思ってます。その一次会場の一つにミッションヒルズカントリークラブがあるような感じで、一次会場の一つじゃなくて、アメリカは非常にシンプルで、一次がミッションヒルズカントリークラブ、二次がフロリダ、三次がファイナルがアラバマになります。そのミッションヒルズカントリーのメンバーさんなんですよね。そうですね、そうですね。なので、まあ、結構その今回谷田選手が行っていろいろこう案内とか、まあ、生活面のサポートとかもしていただいて、まあ、やりやすい環境を作っていただいたのかなって聞いてて思った感じで、まあ、そういう背景に竹内さんがアメリカに住んでて、かつミッションヒルズカントリークラブメンバーであるので、まあ、とてもこうアメリカに行きやすい
のかなっていうふうに思って、このリンゴルフのトーナメントを通してやっぱ海外に挑戦するって言葉とか食事とか生活面大変だと思うんですよ。そこをあの竹内さんがサポートができるんで、まあ、いいなと思ったんで、まあ、そんな感じでアメリカにつなげる年間ポイントランキングをやっております。まあ、はい、とにかくアメリカの QT のスケジュールと日本のプロテストのスケジュールが重ならないというのが非常にポイントになっていて、そうですね、2つのチャンスが生まれると、はい、でアメリカはハードルが高すぎるという、ああ行かないっていう方が、まあ、かなりいると思うんですけども、うんうん、まあ、そんな大変なことじゃなくて、うん、QT 出場のお金を払えば、あとは他の知識は、私が教えてあげられるので、うんうん、ぜひぜひ皆さんにアメリカを目指してほしいなと思ってます。わかりました。まあ、ちょっとそこにつながるかなと思うんですけど、まあ、竹内さんが最終的にやりたいこととかありましたら最後にコメントいただけると嬉しいです。まあリンゴルフのフィーチャーズトーナメントを始めたのはもう先ほどから言っているように、まあ、世界に羽ばたくというか、アメリカの USLPGA で、プレーを目指す、日本女子が増えてそれのサポートができればいいなと、それのために、日本で、トーナメントを開き、そうすればより、チャンスが、女子にとって日本にいる女子にとって広がるんじゃないかと、活躍の場所が、ということを思って、頑張ってます。はい、まあ、それでどんどんこうアメリカに挑戦してもらいたいですよね、ということが一番ですそうですよね、はいはい、リンゴルフも西畑萌香選手サポートしましたし、その際に、USLPGA とも、取材許可を取ったりいろいろな話をしました。また、谷田由里香選手、今回、QT 出場して何をしなきゃいけないのか、どういう風になっているのか、その他、実際出場し私もキャディーとして帯同したので、その辺のところが分かってくるようになりましたので、ぜひ質問のある方は私宛に、Eメールを送ってください。はい、ありがとうございます。まあ、こんなような感じで、まあ、竹内さんのこう思いとかって今まで動画上ではなかなか伝わらなかったと思うんで、まあ、今回ちょっとインタビューやらさせてもらって、であとはその竹内さん今までも動画出てたけど、これは竹内さんってどんな人かなみたいなのちょっと知ってもらいたくて、あとは旅行とかも結構趣味なんですよね。まあ、そうですね、釣り、釣りもあって、はい、いろんな動画を撮っていますので、順次少しずつ、公開していきたいと思います。はいはい、まあ、本当に、まあ、アメリカだったら竹内さん聞いたら安心だなみたいな感じに思ってもらえたらいいなと思うし、まあ、もっとちょっと竹内さんのことしてもらって、まあ、ちょっとこう旅行とかの動画もたまにになるんですけど、公開していこうかなと思ってます。で、選手以外の方もこれを、まあ、今見てる方もいるかと思うんで、まあ、ちょっとそういった趣旨で通常の、まあ、昔ながらの動画もそうなんですけど、今そのリンゴルフっていう名前を使ってやっぱりこうトーナメントで次の子を応援するってことをやってます。まあ、トーナメントも動画も楽しんでもらえたらいいなと、はい、思ってますんで、竹内さん今日はありがとうございます。これからもリンゴルフよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。こんにちは、谷田ゆりかです。今回リンゴルフさんにサポートしていただいてアメリカ QT 一次を受験しました。結果はおかげさまで一次予選通過することができて二次に行きましたが、残念ながら最終まで行くことはできませんでした。一次予選ではリンゴルフ代表の竹内さんにサポートしていただきました。予選会場が竹内さんのホームコースであるミッションヒルズカントリークラブで、練習ラウンドもたくさんさせていただき、キャディーまでやっていただけることになりました。奥様は毎日美味しい食事を作ってくださって健康面でもサポートしていただきました。今回このようなアメリカ挑戦という貴重な機会をいただき本当に感謝しております。この経験を生かして今後頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。